こんにちは、カンノです。今日はですね、オリジナルで、バスタオルを作るときですね、これの、プロから見たおすすめの、作成方法、これをですね、説明させていただきたいと思います。よくネットの中見てますと、安価でできますよバスタオルがっていうのでやられるところが多いです。でね、よくやっぱりね、聞いてもらいたいのがこのプリントの方法なんですね。プリントの方法では顔料と染料があります。でもう一つがケチガイのジャガード、この3つオリジナルで作る方法が実はあるんですよね。で、私ども観音織物で私がおすすめする方法っていうのは、やっぱり染料プリントか、あるいはケチガイのジャガード、これをねおすすめします。というのも、バスタオルなんでやっぱり水分の吸収ですよね。やっぱりこれが一番なんですよね。それ考えた場合、顔料ではやっぱり水を弾きます。染料では水を吸い込みますんでね、だからすごい水吸いがいいんですよね。で、このようなケチガイ、一番タオルの中では、高級なものなんですけども、このケチガイのジャガード、裏表反転するんですよね、色が。これは赤で、こっちになったら黒とかね。この方法、これは本当は水分の吸収もいい普通のタオルの形になりますので、こういったものもね、おすすめです。なので、ぜひね、作られる時にはこの辺のこと、機能性のこともですね、よくお尋ねいただいて、で作っていく、でデザインもそこにはめていくっていう形で我々に相談していただくのが一番間違いない方法ですのでね、お気軽にご相談ください。よろしくお願いいたします。